はい、こんにちは、なつけです。ということでやってまいりました淡路島。そして今淡路島で開かれているパワービルディングクラシックというところですね、今回撮影させていただくんですけれども、神奈川では僕結構ね人気の体だったんですよ。こういう筋肉がモテるのか知りたいと思ってて、せーの、よお、お願いします。せーの、ナンバーファイブ。な、ナイスマッスル。感想がない。感想がない。ああ、確かに。無味無臭、イエー。でもね、この淡路島、そしてパワービルディングクラシックやってるということで、もしかしたらね、あの人が勝てるんじゃないかということで、今回撮影を進めていきます。あの人とは誰か、それはこちら。ナースケです。はい、どうもナースケでーす。ナースケになってる。最近自分のチャンネルでさ、ナースケで言いまくっちゃってもう名前が変わっちゃってんだよ。ごめんごめん。なんでナースケだ。嫁好きじゃなかった。あ、そうだ、さ、もういっぱいあんだよね、俺多分キャラが。来た淡路島。でもさ、言ってたじゃん、もしかしたら県によってマッチョは好きでもそのマッチョの好きなタイプ違うんじゃねみたいな。この前さ、湘南でやって、まあ割とやっぱり湘南ってマッチョのビーチだから、まあそういうマッチョがモテるよねみたいな、まあそういう前提のもとやってたところもちょっとあったりして。そうだね。だけど今回は淡路島ですよ。淡路島って何県？兵庫県です。初上陸。関西初だね。初だね。初企画。俺ね、関西はノリがいいじゃん。バキバキよりもなんかちょっとこうファッティーなプロレス体型の方がモテるんじゃないかなと思って。ツッコミやすそうだし。そう確かに。そう。しかも今回これ何がいいかって、パワーリフティングっていう競技がパワービルディングクラシックには含まれてるわけですよ。つまりね、お客さんにこれからインタビューしていくけれども、パワーリフティングを好きなお客さんもいるんじゃねっていうことで、ワンちゃんアユと勝てるんじゃね。あ、かぶっちゃった。まあ、そういうことですよ。そういうことですよね、うん、だって俺の競技の人たちがいるわけだから。そう当たり前にこっち側でしょ、普通に。そうだから、とりあえずね、マッチが好きか聞いて、でその後にどっちのタイプが好きなのかっていうのをね、また調査ですよ。これはもうね、絞れてなくてもマッチョだ、私はマッチョだっていう方、これでね、この事実が分かれば淡路島に来たらモテますから。はい、ということでいただいちゃった、今回。ごめんね、泣いて帰ることになるよ、新幹線。マジでちょっと楽しみだな。それじゃあ、行きやしょう。それじゃあ、行きやしょう。何しょうって、行きやしょうだから。はい、ということでですね、この方です。さくらでーす。何が？最近俺の YouTube でも一人称なんかさくらになっちゃってるの。なんかさ、もうさ、それでさ、受けるからさ、誰でもさ、そう。でも受けるって言っても、お前らの視聴者だから結局あれで同じだよ、界隈は。結局。今日も朝の有酸素ライブにね、出てきて、褒められてる気分なんて。ということでね、はい、何、まあ、今淡路島の女子に、どんなマッチョが好きかっていうのを聞いてるんですよ。じゃあもうさくらさんには、もう担当職人に行こう。1と2番はい終わり。はい、3名の選手を選びます。32番ちゃんとしたとか早い。って、いやもう終わったよ。早いよ、終わったよ。逆だよ。え、何が？俺だろ、普通。なんでえ？なんで俺だろ、普通が分かんないわ。怖これがいいの？そうだね。なんでじゃあ何がいいのこれ。待って、何がいいのこれ。じゃあさ、アユトの、じゃあ魅力を教えてよ、アユトの体の。圧倒的な安心感でしょ。じゃあちょっと待って、はい、言わせ。大ちゃん、彼女の歩いてます、怖い人来ました。ナースケと俺だったら絶対俺の方が安心感あるよ、彼女は。ああ、なるほどね。そういう話わかる、女は結局その見た目がいいとかできてるけど、結局大事な人が思ってくる。じゃあ次に行きましょう。終わらねえよ。ありがとうございます。今回ですね、淡路島の特にこのPBC ですね、見に来ている女性、もしかしたらまあいろんなマッチョが好きなタイプの人いるんじゃないかっていうことで、まずマッチョ好きですか？はい。ほら、なんでここにいるの？怖いんだよ、3人から。マッチョが好きということで、どっちのマッチョが好きか一回決めてください、心の中で。決まるよこれ、今日の運勢。あ、もう即決。だってさっき俺と一発目失神取ったもん。あ、一発目。ごめんなさい、いただいちゃいました。一発目に行った。そうなの。絶対これ。ちょっとこれ、じゃあ気になるね、女心。俺も全部分かってます。じゃあいくよ、番号いきますよ、せーの。よし、じゃあ次に行きましょうか。はい、
やっと一組目終わったね。次二組目行こうか。ちょっと淡路島あれかも、アウェーかも、割と結構アウェーかもしんない。いやでも結構楽しいね、やっぱりね。楽しくないよインタビュー、ね、全く楽しくないよ。めちゃくちゃ楽しい、ね、全然楽しくないの俺。すごいやっぱね、緊張するもん、あのいつもと違うから、条件が。何が？あのやっぱパワーリフティングも行われてるってことだから。確かにね。そう、これも結構負けんのかなみたいな、うんうん、勝ち格が決まってきたんだけど、うん、今の時点で。ごめんなさい、まだ野球だったらこう、コールドにはならないよね、うん、野球は7点コールだじゃあこっから一気に大逆転そうだね、うん、お前もしこれで負けたらマジでここで土下座しろよまずじゃあ後半戦いきやしょう。後半戦いきやしょう。後半キレッキレ、動きキレッキレ、キレてますね。どうですか今日は。ちなみにいやちょっとね、緊張しちゃってて喋れるか分かんないから朝からウイスキー勝ち込んできた。絶対あかんやん。コンプライアンス違反な発言は片手で収まるようにしたい。淡路島着きましたね、ついに。まあ、なんか今パワービルディング始まってるんですけど、ちょっとあちらでねちょっと頑張ってる方がいらっしゃいますね。お、今しばらく待ちます。ステージが直ったら168センチ以下という予選。すごい適任じゃない MC めちゃくちゃ盛り上げてるけど素晴らしい転職だね、転職。はい、ということでね、女性がいらっしゃいました既婚者や、既婚者今回調査をね、してるんですけれども、うん、彼氏さんと今回いらっしゃったんですよ。はい、はい、僕見た感じだと、うん、彼氏さんめっちゃマッチョだけど、マッチョにもやっぱいろいろ種類があるじゃん。そうだから、どういう体の方が好きなのかって、彼氏さんも目指す体の指標になるから。わかる。そう、彼氏さんそこにいらっしゃるんですけど、うん、見ていただきたいなと思います、うん、ちょっと一旦、どっちが好きかっていうのを1番、2番ちょっと決めていただいていきますよ。せーの、1番。ありがとうございます。1番ちょっとパキパキで、はい、かっこいいな。じゃあちょっとここ次目指して、はい。彼女さんセンスないっすよマジちょっとセンスないっすよこればっかりしょうがない。もう競技者が彼氏の時点で、うん、かなりちょっと勝ち目はないわ。これはもうしょうがない、うん、はい、ということでね、僕また1ポイント獲得です。ありがとうございます。帰り気をつけて。本当にちょっと良くないよね。またなんかこの客さ、なんかもう この流れがさ、やらせのレベルでさ、俺に票入んないんだけど、マジで一票入んないんだけど、マジで。兵庫県もダメか。聞き方の問題かもしれないです、もしかしたら。どっちの男の方が守ってくれるかとかだったらね。あ、彼氏にしたいかだと。あ、確かに確かに。ちょっと印象操作空いてるね、これ完全に。そうなんですよ、それがあるかもしれない。次来たんじゃない、これ絶対勝とう。なんと今回お二人来ていただいたんですけれども、 PBC 見ていただいて、リフターの強さとフィジークの美しさを見ていただいたと思います。どっちが好きかちょっと一旦心の中で決めてください。言いたくですよ。はい、はい、せーの、1声揃ったらめっちゃ腹立つんだけど1番僕。ああ、やっぱり。ああ、ありがとうございます。迷わず1で。待って、だってさ、2番の方が安心感あるじゃん。安心感が大事じゃん、彼女ってふらふら遊びに行く男とかさ、なんやなんやし、男よりも減量巻きとかで、うん、圧倒的にこっちの方が守ってくれるじゃんどう考えても満員電車とかさ、あるじゃんホームとか、はいはいはい、ちょっといっぱいいる中でさ、俺が歩くと後ろで絶対道できるし、前は開いてくれるんだよ減量巻きのカリカリだと。そうなる。皆さんやっぱ腹筋って大事ですよね。大事です。やっぱあえて腹筋どこで腹筋見せることがあるのお前ら家でしか見せないだろそんなのということでですね、はい、男性が目指すべきマッチョを今探してます、はい、そもそも彼氏にするなら筋肉があった方がいいですか。はい。あー、やっぱそうなんですね。待って待って、まず彼氏はいますか。います。あ、それはマッチョですか。マッチョです。あ、なんでそんな死んだ顔してるの。え、だからこの企画さ、彼氏がいるかどうかを調査するんじゃなかった。何その調査。違う彼氏がいたら即終了みたいな。何その調査。違う違う、さっきから言ってんだけど、女性の好みを知るっていう。ああ、ごめん、そうだそうだ。 そうだ。そしてね、もうマッチョが好きっていうところだけれども、マッチョにもやっぱいろいろ種類があるわけですよ。どういう種類が好きなのかっていうのを、はい、一旦ね、ちょっと写真を見ていただいて、うん、まあちょっと決めていただいて、何番が好きかっていうのを言っていただいていいですか。まあ、だから好きかじゃなくて、彼氏にするならね。そう、はい、いきます。せーの、1番で。はい、ありがとうございます。ちょっと海の方行こうか、海の方海の方あ、じゃあ2番の方がちょっとなんかちょっと2番の方2番も素敵なんですけど2番も素敵ですよね。はい、2番のどこが好きですか。大胸筋。おー、よかったね。よかったよ。でも選ばれたのは、
もう顔死んでるし、もう MC で疲れすぎてるよ。わかるでしょ、俺今日疲れてんだよ。もう声聞いてわかるだろ、こんな感じなんだから。せめて2番で癒しなんだよ、ほんとに。じゃあ、一旦2番っていう一旦ね、映像撮っておきましょう。そうだね、よし。じゃあ、1番、2番、じゃ見てもらいましたけども、はい、選ばれた。どっちが好きですか？1番で理想の体はみんな違うをコンセプトに炎のマークが描かれたアパレルも販売しています。よかったら概要欄から詳細をチェックしてね。